昨日撮ったかな、あの沖縄から帰ってさ、で、ほら、沖縄ってね、あったかいと思ってたんだけどさ、あったかい時もあれば寒いとこあるじゃん。で、声枯れちゃってね、ちょっと風邪気味なんだけどさ、明日ね、テレビの収録があって、このままで大丈夫かなと思ってさ、いろいろ今、健康管理考えてんだけど、まあ、そう言いながら昨日ね、ちょっと飲み過ぎあったんだよ。まあ、沖縄行ってね、まあ僕はさ、沖縄はね、相当行ってるんだよね。もうどうだろうな、20代の頃から、何遍も何遍も行くんだよね。でさ、で、それでね、まあ、今回一応、社員旅行ってことで、で、まあ、本当はね、ほら、行きつけてるから、別に沖縄じゃなくてよかったんだけど、なんでかっていうとさ、せっかくね、こう20周年迎えて、で、CF ネッツの人たちはさ、海外旅行とかね、結構行くでしょ。だけど、まあ、飲食の人たちとか、あとは、月見クラブの人たちとかは、参加できないんですよ。で、今回は、とりあえずね、ちょっと無理しても参加してよという話をして、で、とりあえずね、参加してもらって、まあ、皆さん喜んでくれてるわけ。でさ、同じこう目線なんだけど、要するにさ、ね、我々がほら、会社の中でいろいろやってることに対してさ、こちら側としてはね、喜んでもらえると思ってやってあげてるんだけど、逆に言うとさ、それがこう慣れてくるとね、要するにありがたみっていうのが出てこないじゃん。でさ、今回ね、来た人たちはみんなさ、喜んでくれてるわけで、まあ、じゃあ来年もそうなるかっていうと、またこれ違う形になってくると思うんだけど、まあ、とりあえずね、要するに、まあ、なんとかな、社員もだんだん大きくなってくるとさ、まあ、今回のね、旅行で初めて会った人もいるわけだよね。で、そういうふうなさ、形になってきてるから、まあ、できればね、なるべくその、同じね、グループの会社の人たちなんだから、まあ、一緒にね、顔合わせてさ、まあ、そういう機会がね、少しでもあればいいんじゃないかなと思って、今回は提供したんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、僕はね、まあ、せっかく沖縄行くんだから、ちょっと仕事へ入れようってことになってさ、まあね、実は沖縄の加盟店の人たちと、以前からちょっと話があった、エリアをね、せっかくだから見に行きませんかと。で、うちちょうどいいのがさ、水曜日だったでしょ。で、彼らはさ、ちょうど、ね、火曜日の日が仕事始めなんですよ。じゃあ、一緒にね、ちょっとツアー組んで行きましょうってことになって、一日ね、ずっとこうそのエリアをこう見てさ、まあ、ちょっと広いエリアなんだけど、まあ、とりあえずここは行けんじゃないかなっていうところがようやく見つかったんで、まあ、じゃあそこにちょっとね、お互いにじゃあ投資しましょうみたいなことになって、一応話を進めて、まあ、昨日もね、ちょっと打ち合わせしたりなんかしてやってたんだけど、で、さらに昨日ね、ほら、三浦市の人がね、もういろんな人連れてくるんだよ。で、ね、要するに三浦市のために何かをしようっていう人が三浦市に行くだろう。で、市役所に行ったら、なんとなくさ、僕のとこ来るわけよ。で、今回も、まあ、前回うちのね、この本社で打ち合わせしてした人たちが、まあ、現地ちょっとね、案内するから 見たらいいんじゃないのなんつって、で、昨日は一応、3時からさ、現場をね、案内して、やっぱりみんなびっくりするんだよね。で、彼らが今やろうとしてることっていうのがあって、まあ、これはちょっと言えないけども、まあ、やっぱりね、地域の町おこしの話なんですよ。でね、今地域の町おこしっていうのがすごい流行ってきちゃってるんだよな。で、それでいろんな人たちがいろんなことを手がけてやるんだけども、多くはほとんど失敗するわけじゃん。で、その失敗してる人たちの数っていうのはどんどん積み上がってきてて、で、その積み上がる理由っていうのは何かっていうと、現場を知らないさ、その地域再生コンサルタントみたいなのがいるのよ、ね。そいつらがさ、夢物語語ってで始めるだろう。そうさ、確かにマスコミも乗って役所の人たちも乗っていろいろやるよね。でもさ、ここで一番の問題なのは、要するに、役所の予算を出してね、事業をやるよね。で、失敗するとするじゃん。すると、失敗したことになると、また議会で叩かれるわけじゃん。だから、どんなに失敗しても、失敗したってことを言わないわけ。で、このコンサルの人たちは、あ、よかったね。ね、こんなに盛り上がったね。盛り上がってないのに、あちこちで盛り上がった話するじゃん。で、その時に写真撮るとか、なんかイベントやった時の、要するに人が集まってる時の写真だけ撮るよね。で、それで、こんなにうまくいきました、いうわけじゃん。で、2年間くらい助成金とか補助金取って、で、逃げてっちゃうわけじゃん。で、3年目からはその事業とは進まないとかね、いうことがよくあるわけ。でも、その記事を見た人たちとかは、みんなうまくいったと思っちゃうわけ。だから、この経営コンサルの人たち、というか、地域再生のコンサルタントの人たちに、また話が行くじゃん。
人、いやこうしたらいいんじゃないだろうか言って、でまた引っ掛けてね、お金持って逃げちゃうわけで、それをねずっと繰り返してるんですよ。だ今回もたまたまね来た人が、まあ、いろんな人と相談してたんだけど、やっぱ現場でね、要するにやってて、で経済活動が成り立ってる地域再生っていうのはほとんどないんですよ。でその中で、まあ、うちはおかげさまでさ、地域再生ね、まあまあそんなに儲かってないけど、まあ大きく損もしてなくてやれてるわけだよな。でおまけにさ、今三浦市の土地がね、要するに、ちょうどそのうちがその買ってるところのエリアっていうのは今ね3割から4割値段上がっちゃったんですよ。でね、手掛けたのは11年前だろ。で、町を買い出したのは多分6、7年前だよな。でこれがさ、間もなくさ 50% 上がったとすると、 IRR で計算すると、要するに投資に対してさ 14% から 15% になるわけと、首都圏の要するに、投資よりも良かったよねってことになっちゃうわけで、これね、なんでこのことができるかっていうと、エリアが狭いからなんだよな。要するに、三浦市全体じゃなくて、要するに、一部のエリア、商業エリア、地域のエリア、っていうのはもう国土、市道、まあ、市の土地の要するに、せいぜいさ 5% あるかないかなんだ。だからそういうところの土地について、もうインフラが整っているところを再生することによって価値は上がるでしょってこと、ね、で今回、ね、長野のさ、ホテルを一応ね、この休み中もずっと、メールとかさ、メッセージでやり取りしながら話進めてたんだけど、もうこれもじゃあ行きましょうってことになったわけで、今これから交渉を進めていって、まあ、うちのね、松永さんがそこの代表者になって、もう向こうに引っ越してとりあえずね地域再生やろうみたいなことになっていて、でここで、ね、何をやるかっていうと、やっぱりね整ったインフラがある。で地域のエリアもどんどんね、要するに、要するに衰退しちゃってるわけだね。でも一度さ栄えた実績のあるところだから、そうすると長野県の広いところでも、じゃあその広い中でここはいけるぜっていうのがピンポイントがあるんですよ。でここをどう再生するかによって地域再生ってできるわけで、その時にやっぱりね、やっぱりさ、うちがもうホテルの経営をね、まあ、吾妻橋の物件でいくと21年やってるわけだよね。で、あとは城ヶ島も11年やってるよね。で浅草、五反田の物件ももう4、8年やってるよね。でさ、どういう形でその収益が できていくかっていうことがある程度分かってきてるわけじゃん。で一番大事なのは客を引っ張ってくる方法ね。これがうまくいかないとまず事業成り立たないよってことで、そこで、まあ、今ねおよってとこと組んでさ、まあ、これからやりましょうとなってるわけで、これ、まあ、正直言ってね、まだねうまくいってない、なぜかっていうと、ほら経営がインド人だからさ言葉が通じない、ね、でそういう中でさ、ね、いろいろやり取りしながら今ねその彼らも試行錯誤でいろんなことやってるわけだね。でうちも彼らとのつながり方を試行錯誤でやってるじゃん。でこれ、ね、どこの会社もやってないんですよ。なんでかっていうとまだね、広まってないから。でも試行錯誤をやってる中で僕たちが今作り上げてるノウハウっていうのがあって、でそれをじゃあどう反映させるのっていうことによっては、今度は価値はね、ここの要するに送客する装置、ね、をどのように使って受け皿をどのようにして活用するかということは、まあ、そういうことをこれからね、少しずつやっていくと、今度ね不動産投資のやり方って変わってくると思うんですよ。で今この休みの期間中いろんな人に連絡したりねしてて、まあ大体今は目処として5000万くらい用意ができた。であとこれからね、政策金融公庫なんかも地元の、ね、信用金庫とか使ってそこから1億くらいの資金調達して事業をスタートしようみたいなことをやってるわけで、そうするとここでさ出来上がったインフラを復活させて価値の、ね、増加を図ることだ、まあ、そうすることで今度は収益還元、ね、の形になるってことになると、今度はさ不動産をね、これ欧米で当たり前のことなんだけど、うちみたいにさ、ね、ね、一人のオーナーが一人の物件を買うっていうのはね、要するに日本では常識的だろ。でもさ、アメリカじゃそんなことするとこないんですよ。何かあったらみんな投資組合作って、そこでみんなでお金集めて投資する。でリスクも分散する。で収益も要するに上がってきたら、ね、収益構造を作っていって、収益を得るっていうことをやるわけじゃん。で大きくなったら、ね、会社の株を売ってで、キャッシュを掴んでまた再投資するっていうのが普通なわけ
でこれねまだ日本ではあんまり流行ってないけども、ね、今回を皮切りにね少しその欧米型のねあのスタイルで要するに地域再生をやろうというふうに思ってるわけ。今投資ね機関投資家の人たちはもうね素人だからもうねあの要するにもう利回り低いけど、まあ、告知怖いよね始まるわけだよね。でもさ本当のね不動産投資っていうのは価値の増大を図ることですよ。それ昔僕たちがね山手線沿線をさキャップレート全部測ってで田町っていうねあの駅があまりにもキャップレートが高すぎるということでじゃあここに投資しよう言ったよね。そう何か言ったら将来の価値が増大するところに投資したから、ねみんなうちのオーナーさんってハッピーなわけじゃん。で今今度はあまあ某エリアもねやってるわけだよな。でそこも要するにね価値の増大を図ってて今どうよ土地もね、1.2 から 1.3 倍ぐらいになっちゃってるでしょ。それは当時買った人はそれだけ利益が享受されてるってこと、まあ、これが一番僕は重要なことじゃないかと思うわけだからこれから先まだまだねいろいろやるべきこといっぱいあるから、まあ、ぜひねここは楽しみにしていただきたいなと思うね。でまたこの社員の人たちもね、まあ、そこに対する投資についてはまたお誘いするから、まあ、ぜひね、そこは投資として、考えて行えばいいんじゃないかなと思うね、まあ、ぜひそれでね意識を持ってやってもらいたいと思います。お願いします。以上。